海洋ごみの問題を中心に海の再生事業に取り組む福岡県宗像市で、環境問題について考える宗像国際環境会議が3日間の日程で始まりました。初日の昨日は長崎県小鹿島の浜辺がボランティアの清掃で美しく保たれていることや、漂着したプラスチックごみから時計バンドなどの雑貨にリサイクルする企業の取り組みなどが報告されました。KBC の臼井健一郎解説委員長も登壇し、廃プラスチックから多くのいい商品が生まれることは新たなイノベーションと意義を強調しました。